はい、というわけで島七でナイトホラー会の、前企画、はい、ホラー映画を紹介したい2人とホラー映画を見させられる2人に見させられる側です。こんにちは。こんにちは。さあついに4本目ですね。エスター見た、サイレントヒル見た、残影見た、さあ次ですね、ヨウとワが残りましたね。ヨウ行こう。今ほらずっとこれさ、シロがおすすめってずっと言ってたじゃん。そう、この催しをやる前から前からずっと言ってて、ちょっとあらすじもね、そう、その時に軽く教えてはもらったので、もらったから、なんかじゃない方みたい、エルム街のエルム街のですね。これね、言ってたね、ただおの一押しって、この5個の中で一つ、一押しって一押しって言ってましたね。なんか、なんだっけ、かっこいいって、ジェイソンじゃなくて、フレディがフレディじゃない時からのフレディ言ってた。フレディがフレディじゃない時からのフレディね。何結局フレディ何ってなる。で、イケメンって言ってた、ね、言ってましたね。2人ともがイケメンって言ってましたね、あのフレディはね、割とあれなんですよ、私も見たことはないんですけど、あの有名中ホラー映画キャラクターの中では有名なと思って、フレディ対ジェイソンって昔やってた気がします、アメリカの。じゃあ大御所じゃん。大御所あの貞子 VS カヤ子みたいな、フレディ VS ジェイソンみたいな、でもそれ規模違いそうだけど、なんか昔プレデターも戦ってなかったの。プレデター VS プレデター、いや、仲間同士じゃないか。プレデター VS ジェイソンかフレディとどっちかとやってた気するんだけどな。プレデターがエイリアン VS プレデター、あ、エイリアン VS プレデター、あ、そうかも、ごめん、そうじゃん、だって人間の側だってどうするんだって思ったけど、その戦い意味ないと思う。バーサスプレデターもお空の上でやっといてほしいですよね。巻き込まんといてくれってなるよ、なんか結構あれらしいですよ、みんな死ぬって言ってましたね、みんな死ぬから言うけどって言ってたの。みんな死ぬから言うけどって、ジョニー・デップがどうのこうのもう若い頃はねって出てたとか。あとは何どっち見ますか。選ばせてあげますよ。オリジナルが髪型を整えるのでしょうか。身だしなみには気をつけたいですね。クラマちょっと黙って。すみません、わかりませんでした。はい、何反応した、わかんない、まあ、選ばせてあげます。1984年の紹介のやつか、リメイクのやつか、どっちがいいんだろう。あ、そのジョニー・デップが見たいなら昔のやつ。はいはい、CG とかやっぱり結構使ってるのが、ま、あのリメイクのやつ。なんかその血の袋とかでこうバシャってなる感じはやっぱり古いやつなんですって。なんか言ってた、シロが言ってた、言ってた、チープな感じがあって、今見たらグロいねって言ってたね、うん、それだったら私あんまりグロいの得意じゃないから、リメイクリメイク版で。でもね、このチャートでいくとどうなんでしょうね。サイレントヒルよりグロークないみたいですけどね。我々サイレントヒルこの辺でしたね。はい、この辺です、ここです。ちょっとまだ足してないですけどね、ここです、足してませんけど、はい、なんで、でもあの2人のグロいちょっとおかしくてさ。そうね、ちょっとね、たくさん死ぬからグロいみたいなの言ってたけど、サイレントヒルは、まあまあまあ、たくさんは死んでたけど、そんなにね、詳しく見せられてないよね、流れで死んでったみたいなあ、でもまあまあまあ、そうですね、流れで死んでったような感じだったから、そんなに、エルム街の方があれなんですかね、わかんないね、わかんないですよね、わしらと違うからさ。だってもうこのチャートが全然違いましたから。違う、わしら大体下にいるからね、今。しかもあの2人のあれを見て、ここの矢印ってさ、まずちょっと違う、なんか変だねっていう話をちょっと私してて、人間怖いならこっちグロいじゃなくて幽霊なんじゃないかなって、で多分ストーリー重視とグロいなんじゃないかな、
うん、だから多分このチャート自体がちょっと偏りがあるんじゃないですか。でも今のところキャラ萌えがあんまり分かってないですよね我ら、うん、ホラー映画オタク向きって書いてあるんで、わしらオタクじゃないから、うん、まだそこまでたどり着いてないし、このオタクは広範囲なんですかね。そうホラー映画オタクなのか、なんかいわゆる一般のオタクなのか、ホラーオタクじゃない？ホラー映画オタクですかね。うん。うん、でもどうしましょう。私見終わったことフレディちょっとフレディ押すわって言ったらごめんね。お全然別にそれはもういいよ。ってなったらもうここら辺になるんでしょ。うん、こことかね。いやでも思うんだけど、お怖いっていう思い込みが強すぎるのか、はいはい、見た後にそうでもないねっていう。いやでもそれはある。あるなんか今回見てそうでもないってなっちゃうんだよな。うん。でしかもなんかあの二人が選んでるからと思って見てるし、うん、そうそうそう結構有名どころ多かったですからね、うん、だから思いのほか我らの覚悟の方が決まってた感じでしたね。腹くくって見てますからね。はい本当ですよ。じゃあ次エルム街、はいはい、覚悟してみます。覚悟してあんなこと言ってたねってならないようにしましょう。そうだね。あそうだもう一個言っていいですか、はい、サイレントヒルを見た時に私がボソッと言っとったんですけど、アメリカとか外国のホラー映画って冬が多くないですかっていう話、うんうんうん、なんかね不思議ですよ。日本だと夏なのにっていう話を、舞台がね、うん、夏になってることが多いのに、夏とか梅雨とか、うん、ちょっと半袖ぐらいの。そうね。なのにね今のところ冬場ばっかりでしたね。サイレントヒルもエスターも冬だったので。言ってたなんでかって。なんで夏が多い日本は多いのかって。ちょっとね。つぶやきながら自分で答え出しちゃってたんですけど、うん、お盆に幽霊というか先祖の霊が帰ってくるっていう発想から夏が怖いのかなと思いましたね。あと終戦も夏ですしね日本は、うん、そうね、うん、なのかなと。いやでもさエルム街でもこの人コートかな、分かんないあでもニット着てるように見えますよ。じゃあ冬かもね。冬かもしれませんね。よくねこういうの子供出てくるけど絵描きがち。あ絵描きがち絵描きがち絵描きがちライオン描きがち。あとなんか言ってたよね。えなんか言ってたんだけど絵描きがちライオン描きがち歌いがち違うな。えでもそれぐらいじゃなかったでしたっけ。絵描きがちでしたね。でもエルム街の悪も子供出てくるんですかね。分かんない。寝てきて絵描いてたらもうそれは面白いよ。そこでちょっと笑いが起きるかもしれない。レスターとサイレントヒルはね、はい、いました。ね、子供が出てきて、はい、絵を描いてライオン描いてました。うん、ライオン両方ともね。両方もライオン描いてました。いてた。あと気持ち悪い絵になって。うん、あ気持ち悪い。まあそれホラー映画。ホラー映画かなっていう感じ、うん。でも同じ感じだったよね。こっちもさすごいあれだし、なんか描いた絵のジャンルがなんとなく出てて、ああ、結構色彩濃く描きますよね。怖くなった時の絵って、うん、そうですね。私が以前見たなんか唯一何個かのうちのホラー映画のやつでも描いてましたよ。やっぱり絵描きがちなんですね。子供が描くから怖いんでしょうね。うん、でも大丈夫ですよ。我々も描いても怖いと思いますよ。何か霊的なものに乗っ取られて描いた絵で。あの実物全然出来上がらんみたいな、うん、なんか気持ち悪いになっていくっていう感じ。霊の方もびっくりする、うん、思ってるように描けない。えみたいな、なんか違う、これじゃない。怖く描きたかったけど、うん、ちょっとテイストが違う。がっかりするよ、うん、かもしれません。さあまあそんなことも言ってましたが、はい、じゃあエルム街の悪夢見てまいりましょう、はい、頑張るぞ。あと絵描きがち、絵描きがち、ライオン描きがち、ライオン。
はい。というわけで、エルム街の悪夢、我らが見たのは2010年のリメイク版でございましたね。はい、まあ一言言うなれば、お疲れ様でございました。過去一疲れました。見るのに。そうじゃね。結構あの見てて、わしとは違うタイプの疲れそうな見方しとるなと思って見てはおったけれど、お昼挟んでから見たじゃないですか。はい、でまあね、タイトルからも、まあ、これは言っても大丈夫だと思うけど、うん、悪夢ということで、うん、まあ、悪夢がねテーマになっておるわけじゃないですか。はい、開始 2,30 分めちゃくちゃ眠くなかったですか。眠かったです。鼻膨れとるからさ。そうそう、いやでもこんな悪夢の映画のド頭から見たら、ド頭から寝たらダメじゃよなと思って、こうペチペチって思いながら起きている節がありましたよね。うん、ちょっと眠かったな。ちょっと眠かったですよね、うん、前半ね。いや、それどころじゃなくなったね。なくなってましたね。うん、あ、まあ聞きましたけど、いかがでしたか。怖かったですか。怖かった。ザ・ホラーって感じ。あ、でもそうかもしれませんね。うん、ザ・アメリカのホラーって感じでしたね。そうそう、ちょうどこのね前に、ザ・エか、うん、見れたからね、アメリカと日本の差みたいなのもすごく感じましたね。うんうん、なんだろうな、なんかさっきほらザ・エはさなかったんだけどさ、はいはいはい、これさ、なんかバン怖いバン怖いみたいな、ああの音で、音と一緒に来るみたいな感じ。バン、ちょっとグロいみたいな。うんうんうん。私自分でフィルターかけたもん、こうやって。多分そのシーン使われてますよ。未公開の、未公開というか見てる最中。うん、ダメダメ、あれは。それでも私も見てて思いました。フィルターかけろってみたいな。セルフサービスです。はい。でしたね。ちょっとね、もう。血、あ、なんかね、やっぱりでも相変わらずちょっとね違う読み方をしてる箇所がいくつかあって、あ、そう来なかったかいと。多分お主がフィルターかけたとこもそのパターンも考えとったんだけど、わしスっていうパターンも、あー、ひょこドンっていうパターンも考えとったから。いやでもその現実世界だからそれはないんだろうなって。あのほら、あっちの世界だったらそれがあったかもしれないけど、こっちの世界だからそれなかったんじゃないかなって思った。うん、まあなかなか、でもあれですよね、残影もでしたけど、ちょっと生活に近いとこがあるじゃないですか。うん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 、ね、人は寝なければ死ぬし、ね、うん、住む場所がないと困るし、うん、だからそういうちょっと密着してる系はやっぱり後でさ、ちょっと今日夜寝るのドキドキしません。ちょっと怖いよね。見る前にちょっと思ったんだよ。夢かと思って。ああ、私はもう夢見ないタイプだけどもさ、うん、今日に限って見そうな気がするんだよね。そう、私もね、見ない、全然見ない。今日に限ってはちょっと何とも言えませんね。はい、夢は見るかもしれないし見ないかもしれないし。ああ、これで追いかけられたら言ってくださいね。追いかけられたらどうやって言うんだよ。いや、あの、一回何回かも見逃してもらえるみたいなんで。どうする？初回から。次の日とかも傷だらけで、ちょっと傷だらけで、もう寝たくないんだとか言ってきたら、お、これはってこう場内ざわつきます。とりあえずちょっと治療してもらう。そうだね。何が。本当に疲れ切ってますね。大丈夫ですか。あと1本あるので。ちょっと汗かいちゃったもん。汗かきましたね。でも確かに。じゃあちょっと恒例のいきましょうか。はいはい、これ我々の、ちなみに田沢様たちはここです、ね、ここにしてるね。あ、いや、あのさ、あの2人のさ、フレディに対する情熱何にも分かんなかったんだけど、見ててかっこいいっつってたよね。全然こ、おいしい、かっこいいにならなかったんだけど。ならんかった。ならんかった。ね、うん、あの主人公の女の子はかっこいいっていうのはわかる。うん、でこれ確かね、思い出したんだけど、この我らが見たリメイク版はフレディになる前のフレディがわかるって言っとったじゃん。うん、でフレディになる前のフレディを見てるけれど、だから火傷してない顔を見てるけれども。
やけどしてる時の方がかっこいいって思うみたいなお二人は言ってたけど、全然だよ全然特になんか由来知ってしまったから、全然フレディになる前のフレディの話を知ってしまったがために余計にちょっとかっこいいとはですよね。でもそうそうそう、あのちょっとさ、エルム街の悪夢ザーエとさ、ザーエ見た後だから似てるなみたいなとこちょっとあったもんですか、うん、なんかね、で推理というかいろいろ調べて調べてしていく感じが遡っていく感じ、ね、記憶をみたいな似た感じのやつを連続で見たな、どこです、それはそっちなんだね、どこだろう、まあ、グロいのはグロかったんですかね、これでも今更動かすとかありなの、あのこの人たち、あ、そうだ、エスター最後に真ん中にしてた、そう、この辺にあったのを動かしてて、我らも動かします、うん、サイレントヒルの方があれじゃないですか、あの血しぶき的な意味ではグロかった感じしません、うん、すいません、あとわしが個人的に保安官好きだったんでちょっとキャラ萌えに寄せてそれぐらいにしといてください保安官とね、あの主人公の感じが良かったなって後でね、じわじわと思ったので、かっこよかったよね、うん、保安官の方はね、あとあのナースがああだからやっぱりここ近いんでしょうね、そういうキャラクターが立ってるというか、あそれぐらいでもいいかもしれない、してあげます、始めます、でフレディじゃない、エルム街の悪夢ですね、うん、グロいもグロいしけど別に人間怖くなかったんだよな、ストーリー重視、ストーリー重視って言われると、重視ではないよね、この辺、いや、そうね、この辺だね、この辺です、わすごい平坦、でもそれを思うとこれもうちょっとさストーリー重視だな、うん、確かにここら辺ぐらい、まあ日本のだからね、そうだね、なんかあのうーん、比べるのもあれなんだろうけど、エルム街の悪夢はザーエに比べるとなんかいろんなことの理由が軽いってなる、あ私はザーエも割といやいやって言ってたけど、エルム街はあれでしたね、そうね、うん、もうちょっと軽かった、なんでやねんって、うん、早くないってだったね、なったなった、判断が早いみたいな、あとなんかそれをお前仕方ないだろうみたいなところが、うん、そうそう、うん、でしたね、割とだから思いました、なんか日本って割となんでそれをしたがるのかって幽霊にも求めるんだな、うんうんうん、で割とその何でも理由が明確で、ああそりゃ仕方ないよねっていう気持ちにさせるような幽霊が多いのかなと、さあ、はい、全然違うね、いやそもそも我らあんまりキャラ萌えが理解できてない感がある、うん、オタク向けって書いてあるから仕方ないよ、ああそうじゃね、オタクまではできてないから、このオタクはどういうオタクなんだろう、まあ良いオタクって言われる方々に含めてなのかな、うん、だったとしても何も分かって言えられとらん、サイレントヒルはキャラ萌えらしいですか、ちょっと上がったぐらいじゃったよね、そこまではないですまだ、まあ残念、うん、あとはノブヒロさんがどうなるかじゃね、うん、白は枠外にしてたけどギリギリだもんねこれ、我ら裏面とか言ってたかもしれない裏であのこういう系とか言って私ここに書いてそうそうそうノブヒロ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 って書いてるかもしれない怖い怖い、それはそれで怖いよ、はい、今のところじゃあエルム街見ましたけど、はい、こんな感じです、ね、順位どれですか、今のところやっぱりダントツ怖いのどれですか、エルム街、あエルム街、私は怖いのはエルム街、あそうね、エルム街かな、確かに、あのエルム街生活に密着しすぎとる、うん、いや確かにね、全部ね実際に起こったら怖いよ、うん、悪夢ってさどうにもできんやん、うん、あのここ2つはね回避できるんですよ、ね、そうそう現実世界やん、うん、夢だからさ、あどうもできんやん、あわし、うんうん、なんか、うん、誰も助けれんやん、しかも、うんうんうん、うんそうなったら怖いな、確かに、いや本当にサイレントヒル行かなきゃいいし、
そうそう、行くだけエスターは用紙取らなきゃいいし、そう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 、でまあ住まなきゃいい、住まなきゃっていうかね、土地を見極めて住めば良いし、どうにもできんやん、うん、寝るもん人は、うん、そうじゃん、夢見なきゃいいとか言ったらもう切れないからね、うん、でも別にあの人たち常々夢を見てるわけじゃないだろうし、ね、そう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 、うん、そうなっちゃっただけでしょ。じゃあやっぱり今のところ一致してますね、うん、M が一番1位です。はい、じゃあこの後信弘さんがありますので、はい、楽しんではまいりませんが、はい、頑張ってまいりましょう。頑張ります。はい、では、皆様もぜひエルム街の悪夢ご覧くださいませ。ありがとうさんじゃー、ありがとうさんじゃー、はあ、困った。